続いては、まあ、ちょっと僭越ながら宗さんとの共通点、うん、まあ、ギターボーカルであるっていうところ、いや、ちょっとテーマにお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、僕の最近の悩みなんですけど、うん、ギター弾いて歌ってあと、まあ、ペダルもいろいろ踏み替えてて、うんうん、3つやってるじゃないですか、うん、忙しくないですか？めちゃくちゃ忙しいしライブとなると、うん、まあ全然それは縛りじゃないですけど、やっぱり何曲かやったらちょっとブレイクじゃないですけどちょっと話したりするじゃないですか、うんうん、話さないといけないっていうのもあります、うん、MC もありますもんね。これでまあざっと上げて4つっていうのはありますよね。結構大変だなと思いますね。これなんでこんなにこんなことしなきゃいけないんだろうってちょっと思う時もあって、あ、どれか1個だったらもっと楽なのになとか。あ、そうね、一番うまくできる自信があるのはペダルの踏み替えなんですけど、うんうんうん、だから歌とギター誰かにやってもらってペダルだけ俺にやらせてくんねえかなって思う時もあるぐらい、うん、新しいねベースボールベア新ボーカル、が入ってペダル踏みで、そう、あのでボーカルがやる、ボーカルがやってるっていう、それやってほしいなおチャレンジングだなっていう、サポートメンバーでギターとボーカルの人2人入れて、うん、2人入れて僕ペダル袖でそう、なんかね、別に文句言ってるわけじゃないんですよね、うん、本当それがやりたくてバンドもやってるし、うん、やってるんですけど、作品作りをして、うん、なんかいろんなバランスを見ながらとか、うん、まあ、その音楽 の, そのギターはこういう音色がいいとかってこう試行錯誤した結果、うん、それをライブでお送りしようとするとちょっと足元を増えたりとかするんですよね。まあ俺もやっぱり最近はハンドマイクでこう歌ってやる曲もちらっとほら出てきて、こんなに歌いやすいんだと思う。いやですよね、うん、歌ってやっぱり運動的なあの発声っていうのは運動じゃないですか、うん、はい、だから歩きながら歌ってるとかめっちゃ歌いやすくて、あ、本当そうですよね、なんかずっとつながケーブルで、うん、つないだまま自分を、うんうん、アンプと自分をつないだまま、うんうん、同じところでじっとしながら歌ってるっていう、なんか面白いなっていうか、うん、まあ、異様なことは起きてますよね、体的にはね。だよね、うん、だってギターでこう左肩こうずっとこう押さえつけられて、押さえつけてて、で歌の姿勢としては絶対良くないじゃないですか。良くない、良くないと思う。なんかその正しい姿勢が何かはちょっと分かんないけど、うん、やっぱりこうたまにマッサージとか行くと。うん、肩が内に入ってるもんね。あ、そうそうそう、めちゃくちゃ、うん、それもう結構ギターボーカルあるあるらしいんですけど、あ、そうなんだ、肩がやっぱ内側に入っちゃう癖がこう、だから力み方がこう、うん、内側に力んじゃうんですって。逆だもんね、発声って本当は外にこう絶対逆なんですよ、行かなきゃいけないのに。そうそうね、だからハンドマイクで歩きながらとか、うん、こんなにも息しやすいとか、うんうんうん、こんなに声出しやすいってやっぱ思いますもん、ね、思うし、ヘッドセット、うんうんうん、あれでやろうと思った時期もあったんです。お、それはもうあのスタイルとか、はいはい、そんなことより届ける音がいいのが一番いいし、うん、なんか楽しい方がいいと思って、うん、家で買ってみて、ヘッドセット、ヘッドセットやったっすか。やっぱり音質的には、うん、やっぱりこうケーブルでつながれたダイナミックマイクとか、そうですよね、ベタなゴッパとかが一番良かったんで、うん、うん、開放的ではありました。開放的では、でも家で一人でやってんのスタジオに持っていくと、うん、メンバーに何言われるか分かんないっていうのもあるし、まあ確かにね、うん、そういうの試してみる価値はあるなと思って、うん、家で試したけど、やっぱりそれはそれで、まあ、ワイヤレスのトランスミッターつけたりとか、うん、いろんなこうものがあるんで、やっぱいろいろなんかいい方法ないかなとか、うん、ギター持って歌いながらちょっと前出ちゃって、うん、ギターのパートだ次っていう時に、うん、はい、そのまんまピッキングするとかはあるけど、はいはいはい、マイク持ったまま、まあ、ピッキング右手持ったままやると本当に弾きにくいなとか思うし、はい、いやいや本当それはそうっすよね、うん、そういうのはなんかいい方法ないかなとか、うん、スライドバーってあのギターの銀色とかいろんなスライドバーあるんですけど、うん、あれはヘッドの裏にポンってつける人いたりとかする、うんうんうん、ありますね、ありますね、磁石ついてるやつ、なんかそういう風な感じのなんかマイクでなんかないかなとかは思ったりはしますけど、うーん、大変は大変だよね、うんうんうん、
総さん的にそのまあ歌もギターもやられて、うん、やれるようになって、うん、まあもう10年強じゃないですか、うんうん、でその中でだんだんギターのあり方とかっていうのも変化してきてると思うんですけど、もともとねリードギターだったとか、うんはい、そのボーカルをしながら弾くギターになっていったし、うん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 、まあ音楽性のまあ、音楽の追求とかっていうバンドの表現の追求みたいなのも流れもあると思うし、その中でギターのあり方っていうのはやっぱり変わってきてますか？根本的には全然変わってないんだけど、うん、やっぱりこう歌うようになって、歌いながらこれ弾けねえなっていうのが働くようになっちゃって、うん、これはちょっとどけなきゃなって思ってた時期はあったんですけど、うん、今はなんか、まあ、表現者としては表現者っていう、まあ、かっこいい言い方すると、うん、そのギターで表現するのも歌で表現するのも、うんうんまあ、言葉で表現するのも全部一緒だっていうのはあるとは思うんですけど、うんうん、でもやっぱりこう歌いながらすごい難しい違う拍子のギターを弾くっていうのはやっぱり大変な時はあるんですけど、うんうん、まあそれは繰り返し腕立てみたいな感覚で繰り返し練習しながら身につけていかなきゃいけないなっていうところもあるし、もう今も割り切ってもうギタリスト降臨させますって言って、うんうん、あのボーカリスト行きますとかそういう感じで行くようにはなってるっていうか、なるほどなるほど、うん、ちょっとあのスーパーギタリスト呼んできますとか言って自分が、うん、恐れ多いですけど、なんかそういうちょっと冗談言いながら、うん、なんかそのレコーディングしたりとか、うん、自分の中で思ったりはするけど、うんまあ、一番こう刺激になるというかのはやっぱりこう対バンであったりとかフェスであったりとか、いろんなミュージシャンの方々とバンドと対バンすることによっていろいろ感じ方が活性化されるっていうのもあって、うん、まあ前に以前ベースボールベアのマネージャーだった、うん、ロブの結婚パーティーで、はい、奥母の、はいはいはい、うん、で長岡さんとフジファブリックと、うん、でベースボールベアと、パーティー会場で歌ったことあったの覚えてる？え？ありましたっけ？あったのよ。え？あれロブの結婚やったよね。いや違うと思う。あれ何だったっけな。俺じゃあ誰ので歌ったの？え、誰ので歌ったんだろう。あのライフっていう曲歌ったんですけど、そこでベースボールベア見て、うん、はいはいはい、めっちゃ久しぶりに結構近い距離でベースボールベア見て、うんね、うん、ちょっとバーステージみたいなところで、ね、バーステージみたいなところでめっちゃ上手くてびっくりして、特にあのその曲はもう今でも覚えてるけど、うん、こうバンってブレイクしてビブラートだけすごいちょっと残るみたいなアレンジで、はいはいはい、うん、うまーと思ったの覚えてて、うまいっていうかすっごいいい演奏だったんです、それが。嬉しい。だからギターボーカルっていう中でも本当になんていうか、僕が言うのも恐れ多いぐらいすごいもう形になられてるなっていうのをその時感じて、ありがたいです。でちょっとこだわりも感じるっていうか、うん、ギターもちょっと変なの使うでしょ。そうです。まあでも最近はストラトに落ち着いてますけどね、うん、あ、ストラト？ストラトですよ。あ、そうなんだ、うん、なんかテレキャスの印象があって、でも で、ね、テレキャスでもなんかちょっとフロントハムとか、なんかあのちょっとホローボディとか、うん、そうですね、ね、うん、なんかそういったジンキーのアンプ使ったりとか。そうそうそう、ジンキー今も使ってる？いや今ジンキーじゃない。ジンキーじゃない。そうそうそう、なんかそういう独特だなっていう印象はあって、まあ、システムは確かに変でしたね。うん、え、今何使ってるの？今はアンプはロケットって、あのシノーズ&リーの、シノさんの、そう、あ、そうです、すごいよね。でなんですけど、ね、うん、キャビネットがスピーカーがベアンなんですよ、うん、シノーズののベアン。そうです。うん、シティベースっていうのがあって、ヘッドがロケット。え、それなんでキャビベースにしてんの？太く出したいってこと？そうですね、もともとがフェンダーのベースマンがモデルの、うんうん、イメージソースの、キャビネットなので、ギターで鳴らしてもすごい抜けもいいし、なるほど、下も太いしみたいな。めっちゃしっかり作られてるアンプだっていうのは知ってて、すんごい軽いんですよ。あ、そうなんや。やっぱこう木の鳴りを生かしたベアンなので、うん、だいぶ面白い。普通なら暴れるけど、やっぱり作りがいいから暴れない、ね、暴れないですよ。すっきりしてます、むしろ。やっぱり変わってる、米安で鳴らすっていうなんかそこに行き着いちゃって。
隣だったら見に行こう今度どれ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 みたいな、うん、結構楽しくて、うん、まあ SMA 同士だったら、うん、例えばスカパラだったら加藤さんの、うんうん、加藤さんの機材とか加藤さんも最近ストラット作られたんで、そうですよね、シグネーチャー出ましたもん ね、だからどんなのかなとか、うんうん、ああいうの行き来しよう、うん、みんなで、うん、ぜひぜひね、楽しいよね、富士の機材も見学させてください。いや全然だ、多分そういう機材にもそのギターボーカル感ってやっぱり結構あると思うしね、うん、すごい人いっぱいいるよね。いますよね。